ジェーン・ホンダとジャクソン・ウェス・ジャクソンは、アメリカ合衆国の持続可能な農業や農地、改革運動の研究拠点である、土地研究所の創設者であり、現所長である。カリフォルニア州立大学で米国初の環境学習のプログラムのチェアマンとなった。ジャクソンは、カンザス州トピカ近郊の農場で幼少期を過ごし、カンザスウェスレアン大学で生物学の学士号を獲得した後、 カンザス大学で植物学の修士号をノースカロライナ州立大学で遺伝学の博士号を得た。1976年からランド研究所で持続可能な農業の研究プログラムを中心とした適正技術、環境倫理、環境教育を行っている。1978年には多年生植物を用いた穀物の生産を開発、提案した。 毎年植え替えをする必要のない多年生植物を使用することで土壌と植物の間の重要な関係を継続させ土壌侵食を防ぐことがこの農法の狙いである。土地研究所は現在一年生植物である小麦やトウモロコシに代わる多年生植物の効果的な生産と収穫のための条件を草原の生態を参照として研究している。また、 不幸期栽培の研究も盛んに行っている。ありがとうございます。